ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、空白の4世紀を解明する奇跡の棺について紹介しよう。空白の4世紀を解明する奇跡の棺？なんだかとてもワクワクする内容ね。今回は奇跡の棺や青銅器や剣についても紹介していくんだぜ。それは楽しみだわ。それじゃあ、早速、ゆっくりしていってね。富雄丸山古墳は、奈良県奈良市丸山にある古墳だ。形状は円墳で史跡指定はされていない。出土品は国の重要文化財に指定されているんだぜ。富雄丸山古墳は、奈良盆地北部、奈良市街地から西方の富雄川右岸に築造された大型円墳だ。この古墳は明治期、盗掘により副葬品が多数出土。盗掘？その後、1972年の団地造成の際に発掘調査が実施されたほか、2017年度から奈良市教育委員会により史跡整備に向けた調査が実施されている。盗掘が最初なのが何か納得いかないわね。まあ盗掘がなかったらもっと調査が遅れていた可能性もあるぜ。墳径は円形で、直径109メートルを測り、円墳としては全国で最大規模になるんだ。そんなに大きいんだ。墳丘は三段築成で、墳丘外表では吹き石、埴輪片が検出されているんだ。墳丘北東側には作り出しを有していて、墳丘中央の埋葬施設は粘土核で、内部には割竹系木管、推定長 6.9 メートル弱が据えられたと見られる。出土品には、電出土品として石製品、クワガタ石、ゴース、管玉、銅製品などや、同じく電出土品として三角縁真珠鏡三面が知られるほか、発掘調査出土品として武器類、鉄製品類、巴型銅器、継承埴輪がある。なお、発掘調査出土品のうちクワガタ石片は、京都国立博物館所蔵のクワガタ石と、一致することが認められている。築造時期は古墳時代前期後半の4世紀後半頃と推定されるんだ。空白の4世紀が、京都国立博物館所蔵の電出土品は1957年に国の重要文化財に指定されている。なお、北東側には小古墳の丸山2号墳、丸山3号墳の築造も認められており、丸山古墳と合わせて現状保存されているんだ。他にもあるんだ。2022年10月、墳丘と同じく三段築成の作り出しから、粘土核の埋葬施設が新たに見つかっており、粘土核は全長約 6.4 メートル、幅約 1.2 メートル。内部に木管が確認され、その後、発掘を開始、2023年1月にその成果が公表された。思ったより形が残ってる、これは期待できそうね。この時出土されたのが、ドキドキ、過去最大の蛇行剣、でっか、その仮想から今までに例を見ない盾型銅鏡が出土し、古墳時代の工芸の最高傑作、との評価も受ける大きな発見となったんだぜ。ここまで話を聞いていると、確かに富雄丸山古墳はすごい古墳ね。古代時代の工芸の最高傑作って、なかなか聞かない言葉よ。そうなんだよ。奈良市教育委員会と奈良県立橿原考古学研究所によると蛇行剣の大きさは2メートル37センチメートル。また、太夫門盾型銅鏡は過去に類例のないものらしいぜ。その後、たくさんの出土品が発見されてきたんだぜ。すごい古墳なのね。富雄丸山古墳が作られたのは空白の4世紀と呼ばれる時代だったとされている。ここからは、少しこの4世紀について解説していこう。よろしく。古代日本を知る手がかりになる資料は基本的に朝鮮や中国の歴史書しか存在しないんだ。しかし、3世紀の魏志倭人伝から5世紀の漕書は国伝までの記録が全くないため、日本史における4世紀は空白の時代とされている。これは有名よね。それにしても、どうして資料がないのかしら？それは、大陸が内戦によって不安定だったからだ。中国、朝鮮から渡ってきた人がいたけれど資料が紛失してしまったのか、それとも全く誰も来なかったのかもわからないんだ。女王、卑弥呼で知られる邪馬台国の時代から巨大な古墳が作られる。5世紀までの変化としては主に以下の3つがあるんだ。それぞれ、王権の誕生、墓の巨大化、馬、馬具の存在だ。まず、王権の誕生なんだけど、邪馬台国時代といっても、3世紀には邪馬台国以外にも文国や伊予の国など、30国を超える国が、日本には存在していた。邪馬台国の位置については未だに様々な説が飛び交っているんだけど、5世紀には大和王権という巨大政権が現在の奈良県あたりに誕生したとされている。つまり、3世紀から5世紀の間に日本の統一に近い出来事が起こったということが予測されるんだぜ。そうだったのね。次に墓の巨大化だ。5世紀には王権の誕生に伴って、権力者の墓が巨大化していた。これが古墳と呼ばれるもので。例えば、大阪府の大山古墳は仁徳天皇陵として知られてるんだぜ。日本最古の古墳は奈良県の橿墓古墳で、全長280メートル、高さ30メートルもある前方後円墳だ。
実は、この箸墓古墳は3世紀後半に作られたとされているんだぜ。領書によると、249年までに卑弥呼は死去しているため、箸墓古墳が作られた3世紀後半は豊によって倭国は統治されていた、可能性があると考えられるんだぜ。豊は卑弥呼の後継者とされてる人よね。うむ。箸墓古墳の被葬者については卑弥呼説や豊説などがあるんだけど、宮内庁によると第7代皇霊天皇の皇女の墓であるとされているんだ。あら、そうなのね。このような史実を踏まえると、邪馬台国と邪馬台王権は全く異なる勢力だったのかもしれないとされている。次に馬、馬具の存在だ。岸和人伝によると、邪馬台国をはじめとするその他の国でも、馬は存在していなかったと言われている。え、そうなんだ。しかし、5世紀の遺跡からは馬の骨や馬具も発掘されている。邪馬台国時代に存在していなかった馬が唐突に誕生するはずがないので、大陸から船に乗せて渡らせてきたと考えられるんだ。その目的はわからないんだけど、朝鮮や中国と交流を活発にしていた。邪馬台国時代から一変して朝鮮や中国と交流を断っていたことを考えると、4世紀の間に王権制度が変わったのかもしれないんだぜ。5世紀になると再び交流を始めているため、4世紀からまた情勢が変化した可能性も考えられるんだ。空白の4世紀に関する説明はこんなところだな。続いては、富雄丸山古墳のすごいところを紹介していこう。さっきも少し富雄丸山古墳の凄さを知ることができたけど、もう少し詳しく知りたいわね。先ほども触れたが、奈良市西部にある富雄丸山古墳は近年、直径が日本一の大きさの円墳として知られるようになったんだ。100メートル超えだったわよね。富雄丸山古墳は奈良県奈良市の西部、丸山一丁目にある古墳だ。閑静な住宅地の一角に位置し、緑に囲まれた丸山第一号緑地として保存されている。古墳時代前期の4世紀後半頃に作られたと推定されており、誰が埋葬された墓であるかは今のところわかっていないんだ。しかしながら、作られた当時ではまだ新しかった円墳という形状をしていることや、円墳として非常に大きな規模を持つこと、奈良盆地と大阪平野を結ぶ要所に作られた古墳であることなどから、当時の大和王権に深く関わる有力者のものではないかと見られているんだ。埋葬された人が誰なのかわかっていないのね。でも、最大の大きさを誇る円墳であることや大和政権との関わりがあるということから、かなりすごい人だったんじゃないかしら？私もそう思うぜ。明治時代に大掛かりな洞窟にあったことにより、多くの貴重な副葬品が、市場へ出回ることになったんだけど、その一部と見られるものはすでに見つかっており、また幾度にもわたる発掘調査によって、たくさんの埴輪や石製品、銅製品などが出土しているんだ。盗まれたものの一部を取り戻せたのは意外だったわ。盗んだ人はきっと罰が当たるわよ。まあ、そうかもしれないな。富雄丸山古墳の周辺に特に目立った古墳のない中、ポツンと存在するこの大型円墳は研究者の間では、昔からよく知られた存在でありながら、一般的には決して有名というわけではなかったんだ。奈良市内に700基以上もある古墳の中で、富雄丸山古墳が日本中の注目を浴びることになったのは、2017年に行われた調査を踏まえてのことだったんだ。日本一大きな円墳なのに、注目されていなかったのは意外だわ。1972年に奈良県立橿原考古学研究所により行われた測量調査の結果から、長らくの間富雄丸山古墳は斜面と平坦面を階段状に交互に重ね、二段構造を持つ直径86メートル、高さ10メートルの円墳だと見られていたんだ。日本全国に点在する円墳の多くは直径10メートルから20メートル程度のものであることから、見てとても大きな円墳であることは間違いないながらも、日本一と呼べる規模のものではなかったんだ。そうだったんだ。1982年に行われた墳丘一部の追加調査により、祭祀などを行った場所と推測される作り出しという、張り出し部分が見つかったことから、直径はもっと大きく102メートル前後であるのではないかという指摘もあったんだけど、本当のところは数十年間も謎とされていたんだ。しかし、2017年5月から8月にかけて、奈良市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査センターが行った上空からのレーザーによる、航空3次元測量調査で、富雄丸山古墳は、実は3段構造を持つ円墳であり、その直径は110メートル前後、高さ約14メートルに及ぶものであるという、調査結果が出ているんだ。2017年にそんなことがあったのね。これは、それまで日本一の大きさの円墳とされていた、埼玉県行田市にある丸墓山古墳の大きさ、直径105メートルを超えるものだったんだ。すごいじゃない。単純に大きさが日本一だったということもさることながら、大型の円墳は主に関東地方を中心に見つかっており、この調査以前は直径100メートルを超えるものは近畿地方では、
未発見であったことからも、非常に大きな意味を持つ発見となったんだぜ。これだけ大きな円墳であれば、古墳自体ももっと評価してほしいものね。まあ、史跡になったら古墳自体ももっと有名になるかもしれないよな。2017年の大発見の以後、墳丘の規模や構造を確認するための継続的な発掘調査が行われ、富雄丸山古墳の直径は約109メートルであるということが分かったんだ。これにより、先のレーザー測量調査の結果がほとんど正確なものであったことが、証明されることとなった。また階段構造の平坦面の幅も調査され、1段目が幅 7.2 メートル、2段目が幅 8.8 メートルと、他の円墳に比べて広く、大型の円墳でも通常は3メートルほどで、斜面が急で反り立つような構造になっていることが明らかになったんだ。この平坦面の幅は全長200メートルを超える大きみ母丘の前方後円墳にも、匹敵するものであるということだぜ。前方後円墳にも匹敵する？本当にすごいじゃない。そうなんだよ。そして、さらに最近の調査では作り出しの北西部が2段という、独特の構造になっていることが分かったほか、古墳頂上に埋葬場所を示す段があったとみられる形跡が発見された。段もまた大きみ墓丘の前方後円墳では、確認されているものの円墳で見つかることは異例で、構造という観点からも富雄丸山古墳の特異性が伺えるんだぜ。これまで何度も紹介しているけど、富雄丸山古墳からはたくさんの貴重な副葬品が、出土しているんだぜ。特に、京都国立博物館に所蔵されている壁翼製の合祀や、腕は、銅製の銭、琴磁器の石製品、石製模造品などが、京都国立博物館に所蔵され、国の重要文化財に指定されているんだぜ。ちなみにこれらは明治時代に洞窟にあった際に市場へ流通したものの一部で、所持されていたコレクターさんが亡くなった後、博物館に所蔵されることになったそうだぜ。盗んだものも、しっかり保存されてよかったわ。また、同じく富雄丸山古墳から出土したとされる3面の三角縁神獣鏡は、国の重要美術品の指定を受けている。三角縁神獣鏡は美術品としての価値としてだけでなく、邪馬台国の女王、卑弥呼が中国の王朝、義より賜った鏡ではないかという見方があるなど、様々な考察や議論を呼んでおり、古代史を研究する上での大きな鍵を握る存在と言えるんだぜ。あの卑弥呼が受け取った鏡って聞くとかなり凄さが増すわね。そうだろ？直近では2019年10月から11月に行われた発掘調査にて、三角縁神獣鏡のモデルとの説のある中国製銅鏡、斜円神獣鏡の破片が出土。斜円神獣鏡は円墳での発見例は珍しく、奈良市埋蔵文化財調査センターの見解によると各地の有力な豪族とのつながりを深めるために、大和王権により配られた鏡の一部なのではないかと見られており、富雄丸山古墳が有力者の墓であるという説をさらに後押しする形となったんだ。このように古墳としての規模や作りだけでなく副葬品の豪華さも注目を集める富雄丸山古墳は、今後の継続的な調査によって、さらに多くのことが分かってくることが期待されているんだぜ。ぜひ、期待に応えてほしいわね。2023年1月富雄丸山古墳で精緻な文様がある、盾のような形の大型の鏡や、波打つような形をした長大な剣が見つかったという話をさっきしたよな。工芸作品としてもすごいって話よね。そうなんだぜ。専門家は、当時の技術力の高さや古墳の埋葬のあり方を考える上で、貴重な資料になるとしている。青銅の鏡と鉄の剣が見つかったのは、奈良市教育委員会が2022年10月から発掘していた、古墳の端に突き出た部分にある、埋葬施設で、棺を覆っていた粘土の中から見つかったそうだ。このうち、鏡は長さが60センチ余り、幅が30センチほどで、上部が丸みを帯びた盾のような形をしているそうだ。表の面は、光を反射するように磨かれていて、裏面には、神や獣の像が円形に配置されて描かれているほか、ノコギリの刃のような線など、精緻な文様があしらわれているんだ。また、中央部には、紐を通すような突起もついていて、盾のような形をした鏡が見つかったのは今回が初めてだということだぜ。また、古墳の同じ場所からは、波打つような形の蛇行剣と呼ばれる鉄製の剣も出土した。剣の長さは2メートル30センチ余りで、国内で見つかる同じタイプの剣の中で最も古く、東アジアで見つかっている同じ時代の剣の中で、最長のものになるということだぜ。東アジアで？それはすごいわね。今回の発見について、古墳時代に詳しい大阪大学の福永信也教授は、特に鏡は、当時の最高技術を持った工房で作られたと考えられ、古墳時代前半期の金属工芸の中で最高傑作と言える、盾の防御性と鏡の神秘性を合体させた神聖なものと解釈することができ、邪悪なものを寄せ付けない力がある、
剣とともに、それぞれの力を最大限発揮するよう、亡骸の副葬品として埋められたのではないか。このように語っている。ゲームに出てきそうな特別感があるわよね。調査を行った奈良市教育委員会や橿原考古学研究所によると、鏡の表側の面について、顕微鏡で細かく確認したところ、光が反射できるように磨かれていた上、円から中央に向かって緩やかに膨らんでいて、凸面鏡の状態になっていたということだ。また、裏の面は中央部に紐などを通す、銃と呼ばれる突起がついているほか、同じ時代の鏡に特徴的な、紙や獣などの文様が円を描くようにあしらわれていた。さらに、板の成分は、銅に鈴や鉛を混ぜた青銅だったということだ。こうした特徴は、古墳から出土する同じ時代の鏡にも見られることから、盾のような形の板は、鏡として作られたと判断したということだそうだぜ。専門家によると、古墳から見つかる盾や鏡は、亡骸を邪悪なものから守る意味を込めて埋めていたと考えられ、盾と鏡の二つの要素を揃えたことで、より強い効果を期待したと考えることもできるということだそうだぜ。相手の攻撃を跳ね返すような盾、と考えると納得できるわね。古墳に詳しい兵庫県立考古学博物館の和田誠吾館長は、当時の埋葬のあり方の非常に象徴的な形と言える。初めての形なので驚いたが、出るべくして出たものだと思う。このように語っている。初めての形で驚いたと専門家が語っているのはすごいわね。そうなんだよ。そして、今回見つかった蛇行剣は波打つような形が特徴の鉄の剣で、国内では、これまでに80例余り見つかっているんだけど、このタイプの中で最も古く、東アジアで見つかっている同じ時代の剣の中で、最も長いものになるということだそうだぜ。最も長いだけじゃなく、最も古いのね。古墳時代の武器に詳しい奈良大学の豊島直弘教授は、あれだけ長い剣を作ろうとすると、相当大きな炉や人と道具を揃えないといけない。素材もたくさんの鉄が必要になるので、高度な技術と製作体制が必要になる。当時の鍛冶技術の最高傑作と言える。このように語っているんだ。確かにそうよね。鍛冶技術が優れていないと難しいわよね。その上で豊島教授は、剣の長さや刃の部分が波打っている特殊なデザインから、儀礼的な要素が強いのではと考えているんだ。豊島教授は、剣の形をしているので、武器とも考えられるが、実際に戦争に使うものとは考えにくい。祭りの道具とも考えられ、古墳に埋葬された剣の所有者は、軍事と祭祀の双方の役割を担った人物だったのではないか。このようにも語っているんだ。今回の鏡と剣は、作り出しに収めた木製の棺を覆う粘土の中から発見されている。それで、どんな人物が古墳に葬られたのかということだけど、盾のような形の鏡と強大な剣とともに、古墳に葬られたのは一体どんな人物だったのかということだ。さっきマリサが軍事と祭祀の双方の役割を担った人物だと言っていたけど、実際のところどうなのかしらね。古墳時代に詳しい大阪大学の福永伸也教授は、今回、調査が行われた富雄丸山古墳に埋葬されている人物は、大和王権を支えた有力な豪族で、鏡や剣と共に埋葬されたのは、その主に仕えた腹心のような人物だったのではないかと考えているそうだ。富雄丸山古墳は、4世紀後半に作られたとされ、この時代は、当初、奈良盆地の東南部にあった大和王権の王墓が、古墳がある盆地の北部に移動してきたと考えられることから、福永教授は、この古墳の主は、大和王権の中枢にいて王権を支える主要閣僚のような人物だったのではないかと、見ているそうだ。古墳や副葬品の規模からして、それは納得できるわね。ただ、今回の鏡と剣は、古墳の頂上部にある埋葬施設ではなく、森土の裾にある作り出しと呼ばれる突き出た部分で見つかったことから、福永教授は、作り出しに葬られたのは古墳の主を支えた腹心のような人物で、今回の鏡と剣は、主から分け与えられたものではないかと見ているんだ。つまり、今回発見された鏡と剣は埋葬されている人が、誰かにあげたものということよね。そういうことになるな。さっき豊島教授が語っていた、軍事と祭祀の双方を司った人物とは、また別の説って感じになるのね。ああ、今後さらなる研究でまた新しい説が出たりするかもな。ワクワクするわね。この時見つかった鏡と剣については、この後土やさびを落とすクリーニングや、保存のための処置が行われ、2023年1月に報道公開されている。すでに公開されていたのね。改めて見てもでかい。今回の解説はこんなところだ。霊夢、何か感想はあるかい？そうね、富雄丸山古墳がどんな場所か。古代日本を知る上で、とても重要な場所になるかもしれないこともわかったわ。この古墳の研究に関しては、今後も進展が楽しみなんだぜ。ということで、今回はこの辺で。
ご視聴ありがとうございました。